一万千ステップ経ったラングトンのアリ。赤い点のところにアリがいる。ラングトンのアリはクリストファー・ラングトンが発明した単純な規則で記述される二次元チューリングマシンである。ラングトンのアリが200ステップ移動するまでのアニメーション平面が格子状に構成され、角マスが白たは黒で塗られる。ここで一つのマスをアリとする。 アリは各ステップで前後左右のいずれかのマスに移動することができる。アリは以下の規則に従って移動する。この単純な規則で驚くほど複雑な動作をする。当初でたらめな動作をしているが、アリはいずれ例外なく1万歩ほどうろついた後に、まっすぐな道を作る動作に入る。これは初期のパターンがどうであろうとほとんど関係ない。このことは、この道が ラングトンのアリのアトラクタであることを示唆している。ラングトンのアリはセルオートマトンと見ることもできる。この場合、背景は白か黒で、アリは向きとそのマスの背景色の組み合わせで発色の状態を取ることになる。以下の図は3匹のラングトンのアリの動きを示したものである。2色でなくもっと多数の色を使うような単純な拡張が存在する。 この場合、色の変化は反転ではなく、循環となり、アリの動きは各色ごとに右か、左に向きを変えて一マス進むことになる。これを、色の順に L と R を並べて表す。オリジナルのラングトンのアリの規則は、従って、RL になる。このように拡張したラングトンのアリの中には常に対象なパターンを何度も、生み出すものがある。例えば、規則、RLLR のアが、 そのような動作をする。LL よび RR という文字列で規則が構成されている場合、このような振る舞いを見せるとわかっている。ありがとうございます。